前に出る。背中は任せたぞ。大事にパトン。ようこそ我がさまよえる魂の船に。仲間の呪いを解いて私たちを解放してください。方法は一つだけ。私を倒すことだ。戦うしかないのでしょうか。ああ、こんな船で一生を終えるのはごめんだぜ。ああ、チャンスだったぜ。はい。
話はしない。これは助かったぜ。Yeah.
そうだ。よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。でも、シェイドさんがここにいるということは、闇のマナストーンもこの船の中に？闇のマナストーンは失われしないし、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では闇の神獣が、いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使う。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭も同じことを言っていたな。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を
後悔してきたのだ。その後、闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのは、なぜ？わからない。なぜか突然と、闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまった。それから長い年月が過ぎ、世界は蘇った。だが、闇の神獣は消えたわけではない。おそらく、この世界とは別の異世界で、再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだ。だとすると、人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには、闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でも、どうして？魂が解放された。この船は消えてしまう。えっ、そんな。
この島から脱出する方法を考えましょう。早く島を出る方法を探そう。戦闘開始だ。強力な異常と
早く島を出る方法を探そう。何が欲しいだか？ワクワクです。目利きには自信あるんだぜ。使わせてもらいます。何が欲しいだか？いい仕事してる。それは使わせてもらう。これ欲しかったんです。
ってよかったですね。そうだな、早く知恵の洞窟とやら行こう。どうだ、オッケー、任せな。
ここに洞窟への入り口があったようじゃ。きっと火山の噴火で塞がっちまったんじゃろう。ちょっと待っとれ、今開けてやるわい。ほーらな。今の俺たちの敵じゃなかったら。
の目的地に急ごう。私は邪眼の伯爵、黒の貴公子様の予言に従い貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなのだ。赤い目、バイゼルの奴隷商人が言っていた赤い目の男はあなたね。エリオットを返して。お前がローラントの王女。ローラントの王子は返すわけにはいかない。黒の貴公子様が彼を必要とされているのだ。黒の貴公子は何者なの？エリオットをどうしようというの？お前たちは知らなくてもいいのか。どうせ生きては帰れぬのだからな。まもなく火山の噴火が始まる。生き埋めになって死ぬがよい。噴火が始まってしまいました。どうすれば。あれは何？助けてくれるの？Thank you.
たな。これで八精霊のうち光、土、風、そして闇の四つの属性を味方につけたわけか。ちょうど半分、残りは四つだな。水のマナストーンはアルテナの領地、霊下の雪原の南、氷壁の迷宮にある。精霊ウンディーネが見つかるだろう。だがアルテナはすでに水のマナストーンのエネルギーを解放したらしい。気をつけて行け。灼熱の砂漠の南には火炎の谷と呼ばれる炎に包まれた谷がある。火のマナストーンはここにある。火の精霊サラマンダーを見つけられる。フォルセナの南東には獣人たちの住む月夜の森が広がる。ここには月のマナストーンがあると言われているが、詳しいことはわからない。ただ獣人たちはかなり強いと聞く。月夜の森に向かう前にクラスチェンジをしておいた方がいいだろう。そして木のマナストーンはワンダーの樹海と呼ばれる原生林にあるらしい。木の精霊ドリアードを探せ。樹海の南にはランプバナの森という不思議な森がある。お前たちが火山島仏下から脱出した時に助けてくれ。フォルセナにはブースカブーを呼び出すことができる。秘宝のお前たちならブースカブーを味方につけることが